Dr. Kojima's Medama Channel is a show where ophthalmologist Dr. Kojima and the cute little eyeball called Medama-chan explain about keratoconus and eye disease or health. Actually, this channel was aimed and started for Japanese viewers, but we thought that we should tell people who need information about keratoconus all over the world. So we've decided to make English version. As you may already notice that Medama-chan is not a native speaker, but have a strong passion about eye. So she will do her super best. Anyway, hope you enjoy our channel. The show will be started in 3, 2, 1. 眼科専門医の小島と言います。Medama-chan です。よろしくお願いします。この Medama チャンネルでは、目の健康や病気について発信していきたいと思います。特に患者さん目線で分かりやすく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。目玉ちゃん、頑張ろうね。はい、頑張ります。それでは今回第1回の動画としては、私が今精力的に取り組んでいる円錐角膜治療について詳しくお話していきたいと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。先生、最近円錐角膜っていう名前を聞くんですけど、どういう病気なんですか？円錐角膜はその名前の通りですね、角膜に起こる病気です。角膜というのはもう聞いたことあるかもしれませんけれど、この一番目の表面にある組織です。実際にはこの茶色ではなくてですね、透明なんですけれども、これをですね、模型を使って少し説明したいと思います。はい、こちらの模型を見ていただくと分かると思いますけれども、これですね、一番表面のこの部分、ここの場所がですね、角膜という場所です。通常はですね、このようにまん丸な形をしています。円錐角膜になるとですね、眼球の圧力ですね、眼球というのはこの目の中に水が入っていて、ボールのようにですね、ある程度の圧力でこう膨らんでるんですけれども、その中からの圧力がいつも角膜にはかかってるわけですけれども、それがですね、長年続くとですね、円錐角膜の場合、この角膜が弱いことでだんだんとですね、前の方にこう飛び出してきてしまうと、こういった形に飛び出してきてしまうという病気です。まあ、実際にですね、ここまでひどくなることはありませんけれども、まあ、イメージとしてはこういった形になります。角膜がとんがるんですね。怖いですね。どうして角膜がとんがるんですか？円錐角膜の原因は実はよく分かってないです。円錐角膜では、角膜のですね、コラーゲンという組織が弱かったり、また角膜のコラーゲンの中の酵素に異常があるということはですね、最近分かっています。また、慢性的にですね、目をこすったりとか、そういったですね、機械的な刺激が悪影響を及ぼすと、そういうふうにも考えられています。先生、角膜がとんがると何が困るんですか？角膜というのは、眼球をですね、カメラに例えるとレンズに値するところです。そこの部分がですね、歪むと、目の奥にですね、はっきりとした像が映らなくなって、ぼやけて見えたりとか、ダブって見えたりとかですね、そういった症状が出てきます。また、眼鏡でですね、通常は矯正が近視とか乱視って矯正できるんですけれども、この円錐角膜で歪んでくるとですね、眼鏡で矯正できなくなってきたりします。大変な病気なんですね。いずれは失明しちゃうんですか？円錐角膜で基本的に失明するということはありえません。ただ円錐角膜が重症化すると、眼鏡で視力が出なくなって、ハードコンタクトで矯正が必要になってきます。さらに重症化してしまうと、角膜の歪みが強くなって、ハードコンタクトレンズを乗せても視力が出なくなってしまい、最終的に角膜移植が必要になる場合もあります。移植、これを取り替えるんですか？重症にならないようにする方法は何かあるんですか？食べ物とかマッサージとか。残念ながら、食べ物やマッサージで円錐角膜の進行を予防することはできません。
現在ですね、一番効果的な円錐角膜の進行予防治療としては角膜クロスリンキングといって、角膜のコラーゲンを硬くする治療があります。それによって多くの方の円錐角膜の進行が予防できるようになってきました。角膜クロスリンキングに関しましてはまた別の動画で詳しく説明したいと思いますので、またその動画をそのうちアップしたいと思います。先生、どんな症状が出たら眼科に行ったらいいですか？そうですね、円錐角膜の場合ですね、進行してくると眼鏡で視力が出なくなってきたりします。そして乱視がどんどん強くなってきます。また数字とかですね、細かい文字を見たときにダブって見えるような症状が出てくることがあります。また片方だけですね、円錐角膜が進行してくるような場合は特に気づきにくいことがありますので、何か目に異常を感じたらですね、時々片方の目ずつ見てですね、そういった見え方をチェックして、今言ったような症状があったらですね、円錐角膜、特に若い方の場合疑われますので、早めに眼科を受診された方がよろしいかと思います。やっぱり円錐角膜って早く見つけて進行しないようにすることがとても大事に思えてきました。小島先生、今日はありがとうございました。それでは皆さん、今日は、動画のご視聴大変ありがとうございました。ありがとうございました。これからも目の病気や、健康の情報についてこの目玉ちゃんと一緒にですね、いろいろ発信していきたいなというふうに思います。またこういう病気について聞きたいとかですね、こういうことの疑問があるんだけど詳しく取り上げてほしい、まあ、そんなようなですね、内容がありましたらぜひコメント欄にですね残していただければ、参考にしたいなというふうに思います。それではこれで今日は終わりたいと思います。さよなら。さよなら。